下腹が気になる人は一緒にやりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下腹が気になる人におすすめな腹筋4種目、各10秒なので計40秒一緒に頑張っていきましょう。下腹が気になる人の多いのがですね、姿勢がまず悪い、おへそ周りを引っ込める力が弱いっていうパターンが多いです。もちろん脂肪がついてね、全体的に大きい方もいますが、今回は下腹を引っ込める腹筋ということで、まずやり方を説明します。はい、まず寝っ転がった状態で腰をつけた方がいいので、腰が浮いちゃう人はですね、このように手を入れてですね、お尻を高くしてちょっと体を丸めてですね、腰をつける状態を作ってください。この状態で足を伸ばして少し揺らしながら10秒キープ。で、今度は寝たままですね、こういう感じで1、2、3、少しだけ膝を曲げたりします。これで10秒キープ。今度は手は胸でバツして体を起こして、この状態で10秒キープ。最後は寝っ転がったままで足を伸ばして10秒キープ。で、計40秒になります。では、皆さん一緒に頑張っていきましょう。では、いきます。1、2、3、4、5。ポイントは腰をしっかりつけて。1、8、9、10。はい、この足少し動かす。1、2、3、4。おへそをしっかり見てください。6、7、8。お腹をしっかり引っ込めて。9、10。はい、10秒キープ。1、2、息をしっかり吐いて。3、4、5、6、7、8、9、10。最後は寝たまま。1、2、お腹をしっかり引っ込めて。3、4、5、10。お疲れでした。たったの40秒、毎日でもできそうですよね。どうでしょうか。下腹をね、しっかり引っ込めるポイントとしては、しっかりおへそをね、引っ込める。お腹っていうのもですね、ただ引っ込めるっていう意識が、おへその方なのか、真ん中の方なのか、上の方なのか、横の方なのか、いろいろね、お腹を引っ込めるポイントがあります。まあ、ヨガの達人とかだったらですね、お腹の引っ込め具合で、ふにゃ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 ってね、腹筋をしっかり力入れて、お腹を引っ込ますのがね、波打つ感じできる達人とかいるんですけど、お腹のね、意識ができる部分っていうのが、やはりよく使ってる部分がね、よく意識ができますんで、まあ、下腹気になる人は、下腹をね、しっかり使う腹筋を選んでですね、まあ、今回みたいな4種目、を使ってですね、下腹を意識して、で、上の腹筋とかはね、クランチとかあんまりしないようにしてですね、下腹の腹筋にしっかり意識がいくメニューばっかりをやってですね、お腹をしっかり引っ込めてもらえたらと思います。もちろん脂肪を減らすことにはね、カロリーをしっかりね、摂取を控えて、まあ、計算するなり、夜だけ控えるなりっていう風にしないと脂肪は減らないので、まあ、脂肪をね、減らす腹筋という感じではなくって、お腹を引っ込める意識を身につける腹筋ですので、まあ、ちょっと間違ったね、意味で捉えないようによろしくお願いします。まあ、今回ね、下腹の意識する腹筋なんですけど、しっかりおへそを引っ込めるっていうイメージですね。そういった感じで腹筋を意識してもらって、毎日ね、やってもらったら、下腹が引っ込んでですね、逆に上の方が出てきたな、みたいな感じになることもあると思うんですけども、まだそれは別のメニューでね、改善していけばいいので、まずは下腹に効く腹筋、今日の4種目。を毎日でもね、たった40秒ですので、やってもらえたらと思います。頑張った方は、グッドボタンやコメントよろしくお願いします。皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。